ミュージックパワー、毎週土曜日2時からの生放送、私たちパーソナリティのメンバーがうち一押しするおすすめコーナーや気になる情報などをお届けいたします。さらに番組の後半は素敵なゲストの方をお迎えして、音楽からプライベートまでたっぷりと楽しんでいただける番組です。改めましてこんにちは。こんにちは。ミュージックパワー、今週もいつこもスタジオ多摩プラザ2階にありますサテライトスタジオよりお届けいたします。この番組は FM サルース 84.1MHz にて放送、ホームページと YouTube にて動画配信も行っております。はい、そして今週のパーソナリティはシンガーソングライターのみゆと、コスモス ET 星からやってきましたアキココスモと、ポップス大好き作曲家谷村健と、笑顔で世界平和を作っていきたいセラピストやってます保育士タレントお笑いマン、はい、この4名でお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりまた4人揃いました、ねね、前回はお休みをさせていただきまして、うん、ありがとうございます。はい、どうでした？うん、めっちゃ緊張したちゃんとでした？頑張ってたよね。誰がさ主導権握って喋ってたの？僕です。そうなんだ、やっぱり僕ちゃんと言えた。私のセリフ全部言えたよそうなんだ。あ、全部じゃないか、あの、うん、一部ね、あきこさんもちょっとお願いしたりしてね。なるほどね、無事終えたんだ、はい、分断しながらね、うん、なるほどね、忙しくてアーカイブ見れてないや、見なくていい、後で見て、うん、ちょっと黒歴史になりつつあるなんてねって。いやいやいや、なんとね今回は、うん、今年本年度の最後の私たちのね、うん、はい、そうなんですよ、なります。ね、はい、こういう早いね、あっという間だった、あっちまだった、ね、そうね、だって1月からですよね、ここだったの、そうそうそう、1年だったってこと、なんかついこの間ここに ね来たような感覚だったんだけど、ね、うん、無事ちょっと今年も終える感じになりました。できましたね、僕は5月から入ってからすごく緊張したけども、3人に支えられて無事にあの1年を迎えられました。ありがとうございます。よかったね。で今日はちょっと一足先にクリスマスバージョンということで、はい、今後にちょっと衣装を変えてみましたが、ね、笑いマンさんそれの原型なんなの？あの髪の毛チョキチョキちょっとしてこういうアフロをちょっとちっちゃくしてから、うん、このサンタクロースになってみました。サンタがついてる帽子なんだね。サンタさんのちょっと顔が見づらいね。そうなのそうなのアフロに戻すの大変ですよ皆さん切っちゃったからね。でもみんなさクリスマスツリーとかトナカイじゃなくて、なんかこのサンタで揃ってる自体が一体感あるなと思って、ね、ちょっと感動しました。まあ、ちょっと若干使い回しでもあるんだけどね。そうなの？ケンさんと被ってんのがちょっと嫌なんだよ。なんでなんで？多分メーカー一緒よこれ。買ってきたところ違うと思いたいんだけど。違うんだけど多分メーカーは一緒だと思う。あ、そうなの？中身の構造一緒だったからさ。ちょっと嫌な感じなんだけど。コスモさん可愛いじゃん。出た、ありがとう。妖精みたい。でもね、でもね、アンテナ忘れちゃったの。どんだけアンテナ違う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 。これがアンテナなんでしょ？ちょっと今日は。これがアンテナ。いや、いいじゃないですか。このなんかいろいろパーツついてますけど。うん、そうそうそう。ちょっとクリスマスリークにしてみた。なんかね、うん、あのプレゼント入れる長靴とか、うん、なんかサンタとか、うん、リボンとか、ちょっとなんか赤い赤いクリスマス。めっちゃつけるね。可愛い。個性的。可愛いね。ありがとう。そんなね、あの外の方も、クリスマスツリーとか。あーね、なんかねクリスマスの雰囲気漂ってますが、うん、今日もいいお天気に恵まれて、ね、暖かいですね。暖かい。昨日夜すごいなんか20度ぐらいだったのよ、うん、いきなりね。なんか暖かい格好して寝てたらねすげえ暑かった逆にこんな暑いんかいみたいな、ね、暑かったり寒かったり、ねね、何あのみんな今年のクリスマス来週何するの？何する？なんか予定ある？ぼっちで苦しみますですね。ぼっち。誰がぼっち？詳しく言うとほらクリスマスイブが日曜日じゃない？そうですね。そう、うん、なんかどっか行かないの、はい、笑いますか？なんか僕なんか世界中の人々にあのプレゼント配らなきゃダメだから。うん、ちょっと忙しい。ちょっと忙しいんです。仕事。サンタの正体バレちゃったぞ。そう。やばいぞ。ちょっと忙しいんです。あ、そうなんだ。ソリに乗って忙しいんだね。何を配るんですか？素敵なプレゼントの数々を。数々を。いい子の男には届くから多分この三お三方の。ここには届かないのかな、どっちか届くかな、どうかな、いらないやまさかのサンタがラジオに出てるという、そうだよね、カミングアウトしましたね。コスモさんは何か予定あるんですか？私は飲み会飲み会いつもね、まあ、ライブのな写真も載せてるじゃないですか。インスタグラムいつも飲んでバリバリ飲んでんだよねそうだからね10回ぐらいあるかな忘年会、うん、10回忘れすぎじゃないと10回
誤解は。どんだけ嫌なことがあったの今年。それ絶対平日も飲まないといけないやつ。そうそうそう、2、3日に1回飲んでる。すごいな。やばすぎるでしょ。すごいね。私はですね、毎年のごとく、ちょっと来週日曜日は横浜で歌うのでね、うん、その足で赤レンガのところに、あー、いいね、クリスマスマーケットやってますから、はいはい、今年もちょっと行こうかなって思ってます、はいはい、イルミネーションとかも綺麗なんですよね、あの辺の。そうです、そうです、一人で行こうと思ってます。一人かな、本当かな、本当かな、本当かな、一人だよ、一人だよ。ファンの皆様いっぱいいると思うんで。前回ね、休ませてもらったのは京都に2日間高島屋さんの方で、はいはいはい、2ステージやったんですけども、はい、すごい寒かったの、野外で。屋上だから薄いワンピースで、夜のステージなんかもう凍えそうになって、北海道張ってね歌ったんだけど、もうろれつ回らなくて意識飛びそうでした。やば。それでもう寒いから帰りの夜行バスの前に銭湯行ってね、あ、セントに使って大事な指輪を忘れてくるという。忘れたの？ちゃんと戻ってきたけどね。よかった、はい、そんな感じでやっておりましたよ、はい、ということで、はい、今日も頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。それではここで CM をお聞きください。はい、この番組はリケンジャパンの提供でお届けいたします。さあ、まずは次の曲ですね。私の8月にリリースいたしましたシングルでリリースしましたシグナル、お聴きください。はい、今お聞きいただきましたのが私ミーユのシングルリリースしましたシグナルです。こちらは2曲入りで1000円で各ライブ会場で発売しております。ぜひチェックしてみてください。さあ、次はですね、コーナーに行きたいと思います。その名も勝手にイチオシコーナー。今回ははい、私谷村健がご紹介させていただきます。お願いします。はい、皆さん電車に乗るとき IC カードって使ってますよね、うん、多分、あ、はい、あのスイカとかね、スイカとかね、うん、使ってますよね。で、乗車券を買って乗られる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、なんとね、関東で初めてのサービスが東急線から出たらしいんですよ。そうなんです、はい、それがですね、急スキップというサービスが提供され始めました、うん、スキップするの、はい、これは何かと言いますと、うん、QR コードですとか、はい、それからですね、うん、クレジットカードをそのままタッチすることによって乗ることができる、うんうん、東急線の新しいサービスで、実はサービス自体は8月の30日から、うん、このタワープラザの沿線も通っております、うんうん、東急田園都市線で開始されておりました、うん、がしかしですね、うん、去る12月12日に東横線と目黒線でそのサービスが拡大されたんですよ、はい、で現在のサービス内容といたしましては、うん、クレジットカードで買った1日乗車券をそのままクレジットカードのタッチで乗れたりとか、その決済したか、うん、クレジットカードで乗れたりとか、あとはその QR 発券をしたスマホでそのまま乗れたりっていうことができるようになっております。でこのサービス自体はね、JR 九州とか南海とかですでに導入されているものではあるんですけれども、うん、東急では将来的に、
切符を買ったりとかしないでそのままクレジットカード、うん、何も買わずにそのままタッチで乗れるようになる未来を、うん、そうなんだ、これからの作っていこうとしてる。じゃあもう切符なんていらないって感じ。切符なんかいらない、 IC カードもいらない、カードさえあればっていう状態にこれからどんどん日本はなっていくんじゃないかと。その先駆けを関東の鉄道では初めて導入したのがこの東急電鉄という、すごい、はい、これのサービスが提供されたのが去る12月12日ということで、はい、ね、拡大されたのが12月12日ということで、ああ最近、うん、最近あの、東横線と、目黒線で、あ、そうか、拡大されて、うん、これからどんどんその他社の、直通運転とかでも展開していく予定ということなので、うん、これをぜひ紹介させていただきたいなと思いまして。電車の方ですか。はい、ちょっと東急電鉄から間違いない、運転手さんです、ね、運転手じゃないな、運転手そんな詳しいかな、運転することには詳しいとは思うんだけど、ね、はい、という一押しネタでございまして、はい、僕ね一度ね使ってみようとしたことがあったんですよ、うん、あの夏にあの電鉄線ですでに入ってるからね、うんうんうん、で僕勘違いしててすでにそのクレジットカードの決済で使えると思って、うん、自分のタッチが可能なデビットカードピッてやったら、うん、ピコーンってなって、うん、えっと思って上限が超えてます、あれマジかと思って、上限が超えてる、俺そんな使ったっけと思って、あったよなと思ってよくよく調べたら、あ、切符買わないとダメなんだ事前にと思って、えどういうこと、要はそのこの急スキップの事前のその1日乗車券とかを買ったやつじゃないと今は使えないし、今は、ね、あ、そうなんだ、なんだけどゆくゆくはそのままでも乗れるようになる、うんうん、そうだよ ね、だから面倒くさいですもんね。そうだから今はスマホとかで皆さん、うん、あの IC カードをスマホでちゃちゃっとチャージして、うん、ピッとかやるし、うん、駅とかで現金でやったりとかもするし、うん、まあ、それがない人は切符を買ったりするじゃないですか、うん、その手間が将来的にいらなくなるかもしれない、うん、あ、本当にタッチだけでいい、タッチだけでいけるようになりますし、ね、あと今提供してるこの急スピスキップの乗車券、うん、1日乗車券という企画乗車券が多いんですけど、うん、これもね特別価格、うん、ちょっとね値引きされた金額で利用することができるので、うん、皆さん東急線沿線に、お住まいの方もしくは東急線沿線に遊びに行かれる方、うん、ぜひ使ってみてください、うん、まだ浸透はしてないね。海外とかではね、あのクレジットカードでそのままピッてやったりとか、あとはなんだろう、QR カード発見してそのまま電車に乗るみたいな、で電車の乗車券もなんかレシートみたいなやつが多かったり、じゃあもう海外もそうしてるか日本もそうしていこうっていうね。日本の鉄道って結構ガラパゴス化してるっていうかね、そういう意味でサービスが独特なんですよ。なんでそれをやっぱ世界に近づけていくことによってやっぱりインバウンドの需要とか、そういうともね拾っていけたりするのかな。ごめんなさい、私アナログなんでまだスイカね使ってんだよ、ね、スイカ使うね、携帯の裏に入れてるだけだよ、ペンでやってるけど携帯でやってんじゃない、携帯でそうそうそう、ぜひね、あの来年はあのアップルグレードしていただいて急スキップであの乗り回すようになっていただき、乗ります、はい、はい、なっていただきたいと思いますので、ありがとうございます、ありがとうございます。次回はそれではアキココスモが次回発表します。はい、はい、お楽しみに。以上勝手にイチオシコーナーでした。はい、ではここで一曲お聴きいただきます。アキコズコスモスペースでスイーツ王国グレッシャースです。はい。
秋風コスモスペースでスイーツ王国グレッシャーズをお聴きいただきました。この曲は各種配信サイトでダウンロードできますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。さてチャットいただいております。鹿太郎さん、みんゆさん、秋子コスモさん、笑いマンさん、谷村さん、こんにちは、よろしくお願いします、ということでありがとうございます。よろしくお願いします。さあ読み上げますんでね、じゃんじゃん送ってください。よろしくお願いします。お願いします。さて次は私たちみ、MC からの告知でございます。まずは、はい、笑いマンからいきます。笑いマンは笑いマン T シャツが販売されております。すごいすごい。バックプリントで笑いマンがいて、笑いマンがあなたの背中を押してるってことで、人生を応援していきたいと思います。そしてね、あの前にね、笑いマン の、 あの格言スマイルメイクスライフ SML サイズ全てございますので3500円、ぜひお求めください。これ誰が書いたの？これ僕があの書いたんですよ、イラスト。すごい特徴捉えてるね。そうそう、僕のスマイルがあって、はい、可愛いんで、ぜひ子供も大人もぜひお求めください。ケンさんのサイズはないそうです。ケンさんはね、6円だから ね、ちょっとね、もう無理かな。無理かな。伸びるからね。特注じゃないの。さっき特注してくれるって言ってたじゃん。しようかな、じゃあ。はい、はい、じゃあコスモさんね、はい、ライブやります。今年最後です。はい、はい、12月19日火曜日、西川口のライブバー R というところです。で今回はですね、あのいつものコスモバンドじゃなくて、うん、バンドブヨッシーっていう、こういうあのロックのかっこいい、ブリティッシュロックっぽいかっこいいバンドでやります。オープンが19時スタート、19時30分前より4000円です、うんうん、なんとなんか軽食持ち込みかということなんで、食べ物じゃんじゃん持ち込んで来てください。よろしくお願いします、はい、お願いします。さて最後は私みゆからです。年内のライブあと2本ですね、はい、3つございます。告知なんですけど、12月17日日曜日、明日ですね、千葉にあります磯部公園にて磯部にぎわいマルシェというフェスがありますので、お昼1時から歌わせていただきます。入場料は無料です。ぜひ遊びに来てください。そして来週の12月24日日曜日は、横浜駅近くにありますアソビルという建物の1階にございます、オープンアームスフェスティバルに出演します。時間は夜の9時5分から鳥で歌わせていただきます。こちらも入場料無料です。そして来年2024年は年始から1月6日土曜日、爆上げフェスティバルという京都にあります伏見の、バックドールベースというところで、こちらは出演まだ決まっておりませんが入場料無料です。詳しくは SNS で告知チェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上告知でございました。はいはい、続きまして、今日もたくさんお便りいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。早速、はい、ラジオネームただのおたくさん、はい、あの暑さは何だったのっていうくらい寒くなってきましたが、うん、寒暖の差が激しくて体調崩されたりしていませんか、うんうん、さて世の中はクリスマスに向けてにぎわっていますが、皆さんのクリスマスの思い出はありますか、はい、私は誕生日がクリスマスに近くてプレゼントが一緒、中学の時はお友達からのプレゼントはキャンドルという黒歴史もあります。皆さんも楽しいクリスマスを。ちなみに本日私はオタク活動の少し早いクリスマスパーティーとディナーショーの参戦です、うん、とのことでした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてラジオネームネコッパチさんからです、はい、こんにちは。こんにちは。2023年も残すとかあと半月となりました ね、うん、そうですね。いつもパーソナリティの皆さんに素敵な笑顔に元気をもらってました。ありがとうございます。さらにはためになる情報なども発信してくださり本当にありがとうございました。お体を大切に2023年を突き抜けちゃってください。応援します。はい、ありがとうございます。そして最後ラジオネームおとさんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。そういえば来年一発目の放送でここに来て1周年になりますね。そうですね。そうなんですね。メンバー入れ替えによる笑いマンさんの参入などいろいろありましたが、はい、来年も楽しい放送になりますことを期待しています。以上です。ありがとうございます。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。さあ質問系、クリスマスの思い出ということで、ね、はい、ケンさんありますか。ですね、僕ね、うん、小学生の頃ね欲しかったゲームソフトがあってですね、それをね、うん、なんかサンタさんくれないかなっつってずっと言ってたんですよ、うん、あのポケモンのねクリスタルなんですけど、うん、ね、それを言ってたらね
なんか小サンタさんがね、うん、朝にくれたんですよ、クリスマスの朝に、届けに来た、届けに来てくれたみたいで、手渡し、いや手渡しっていうか、あの朝起きたら枕元にあって、えすげえと思って、サンタさんの情報もマジかよと思って、俺がそんなこうね、言ってないのに、地元でペラペラ喋ってることを聞きつけて送ってくれたんだと思って、うん、やべえじゃんこれと思って、すごいな、子供ながらにちょっとね感動した記憶が、寝言で言ってたんじゃん、寝言じゃない寝言じゃない、あの母親とかによく言ってたの、あサンタさんくれるんだったらこういうのがいいよねチラってね、わかりやすわかりやすって言ってたら、そうだそしたらねサンタさんが聞いてくれてたみたいな、いい思い出ね、フィンランドから聞いてくれたのかなと思いました、はい、以上です、はい、笑いマンのところにねちっちゃい時に来たねサンタさんちょっとおかしくって、笑いマンはあのおかしくてそう伸びるあのドラゴンボールの如意棒が欲しいですってお手紙に書いたんですけど、何それを、そう ドラゴンボールのピンポン玉がと6つ届いて、ピンポン1個どっかで探してくださいって書いてました。でその時に妹もバドミントンが欲しいですって言って、バドミントン流行ってたので書いたんですけど、なんかブタミントンっていうなんか変なのが懐かしい、なんか届いて、なんかめっちゃ懐かしい、鼻の中からブリブリ息を出すなんかおもちゃみたいなのが届いて、ちょっとサンタさんどうかなっていう感じの思いで、なんでちょいちょい外してくるんだろうねそのサンタさん、ね、僕の時はちゃんと聞いてくれたのにさ、うん、すごいね、そうなのよ、面白いブタミントンとか懐かしいんだけど、なんかわけのわからないの届いて流行ってたんだよあの時は、なんなんでしょうねブタミントンって何だったんだろうみたいな、まあ、笑いマンさんのね、うん、親御さんだもんね、そう僕の血を受け継いだからね、あきこさんは、私はねあのディズニーランドに行った友達とディズニーランドに行った時に、あのすごい混んでたんですよ、それでミートミッキーって会えるとかあるじゃないですか、はいはい、ミッキーにある、あれ並んで並んですごい待って並んだら誰ともカメラ持ってなくて、なんで会えただけ、会えてミッキーとハグして帰ったっていう、準備せなそうなんだ、はい、私はね、うん、なんかあんまり特にこれっていうのないんだけど、うん、まあ、強いて言ったら子供の頃にクリスマスプレゼントで玄関に届いてたのがちびまる子ちゃんちゃんのなんかリカちゃん人形じゃないけど、そういうなんかこうカバン型になってて開いたら、うん、こう家の間取りがこう自分で設定できる、はい、そう友蔵さんもすごい薄っぺらい人形だったね、なんでちびまる子だったのかちょっと記憶、なんかよくわかんないけどもらった記憶と、あと2年前の日比谷公園のクリスマスマーケット、うん、フランス人の友達と行った時に、うん、まあお店いろいろ出てますよね、その中でもすごいプーチンのお店が、うん、あって、プーチンの本当写真の T シャツとか、大統領大統領のセンシティブ T シャツとか、チョコとかあったからチョコを買った記憶がちょっと今センシティブな話題ぶっこんできたねそうそうそう、なんかそういうすごい押してたんだよね、不思議だね、そういう思い出がありますけどね、でもちびまる子ちゃん、うん、のミニチュアでこう遊ぶの子供も楽しいですよね、なんでマリオくんとかもいて、そう、あ、とりあえずペラペラだったね人形が、ペラペラ最後首折れてた気がミユさんにそんな時期があったね、ミユさんにね襲われたんでしょうね襲われたっていうのは襲われた、一応子供の可愛い時期あったからねということで、はい、お便りありがとうございました、ありがとうございました、この番組では皆さんからのお便りメッセージ募集しております、アドレスこちらです、こちらですね、ミュージックパワー@gmail.com までお待ちしております、じゃんじゃん送ってください、よろしくお願いします、ということで来週クリスマスですが、皆さん、ね、いいクリスマスをお過ごしくださいね、メリークリスマス、はい、じゃあ次は私、曲を紹介させていただきます、先ほどシグナルをお届けしましたがセカンドに入ってます、レインを聴いてください、
ありがとうございます。今お聴きいただきましたこちらの曲はみゆでレインでした。こちらの CD も各会場で買えますので買ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではここからは素敵なゲストさんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。今回は特別バージョンということで、はい、前の番組のサトデーバンドフィーバーの皆さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。数分ぶりです。先ほどお邪魔させていただきましたが、はい、こちらの番組も、はい、よろしくお願いします。今日は3名ということで、うん、はい、よろしかったらプロフィールというか、はい、自己紹介お願いいたします。はい、前の番組ですね13時10分からですね、はい、各週交代制でやっております。サタデーバンドフィーバーのパーソナリティ柳田健一です。お願いします。同じく竹宮優奈です。はい、お願いします。はい、お笑い芸人のヒデチェンジザワールドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうだそうだ、ヒデチェンザワールドだったね。すごいな。はい、一応ポーズがあったね。なるほど。そうそう、あのヒデチェンさんで大丈夫なんですか、略して。大丈夫です、長いんでね。もうヒデチェンジザワールドだけで結構な尺を取るんで、ヒデチェンで大丈夫。ヒデチェンさん、いつもそうやってヒゲつけたっけ。つけてない、今日はサンタだから。あ、今日はサンタだ。ヒゲチェンジザワールドね。そんなうまいことやらなくて。柳田さんとはね、はい、あの先ほどもあの話しましたが、はいはい、まあ、あの渋谷の方でラジオをね、うん、あのやらせていただいた時の最初のメンバーで、そう、一緒にチームに加わったんですよね、はい、させていただいたことがありまして、お久しぶりでございます。今はね、もう独立っていうか、ここにね、独立ですよ。お互い独立してやってるということですよ。そんなに声カラカラだっけ。カラカラですね。酒焼け酒を飲んでません。そうですよ、年月経てばね、いろいろね、はい、変わりますよ。そうですね。はい、で、ゆなさんは初めましてというか、はい、一回お会いしたことあります。あ、本当ですか。数分前に二度目ましてね。なんか私が初めてラジオに参戦するってなった時に、はい、なんか番組にお邪魔させてもらったことがあります。あ、本当ですか。前の番組ですか。渋谷クラス、はい、ゲストってこと。ゲストそうです。本当ですか。あれ。あら。全然違うと思う。全然違う。それ私でした、本当に。あ、本当ですか。あ、でもちゃんとお話ししたのは、あんまり記憶が。ゆなさんはいつも何をされてる。今歌手とミュージカル女優って感じで。なるほど。そうなんですね。今日のコスチュームはすごく可愛いって。クリスマス用です。そうですね。よろしくお願いします。そしてヒデチェンさんは、はい、何をやられてる方でしたっけ。あ、一応お笑い芸人のね。お笑い芸人さんで。お笑い芸人っていうとね、なんか笑い取らなきゃいけないみたいになりますけれども。いや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 。今日はあのクリスマス仕様になってますが。はい。まあ一応ね、はい、これ。あの下に着てるのはいつもの服なんですよ、はい、でそのサンタの帽子とヒゲをつけてやってまいりました、はい、どういうお笑いなのかすごく気になりますけどね。そうですね、メインでやってるのはダンスネタ。ダンスネタをやってますね。ダンサーなんだ。ダンサーじゃないですダンサーではないです。ダンサーではない、はい、踊ってみてください。踊って、今ここのスペースでは無理でしょ。ここのスペースでは無理だ。ヘッドスピンとかやってもらっていいですか。そういうことではなくて、結構あの機敏に動かれるんですか。一応機敏に動いてますよ。どういうところでやられてるんですか、いつも。いつも新宿とか池袋とかの、はいはい、劇場でライブハウスしたりとか、ライブハウスしたりじゃないですね、ライブハウスしたり、ライブハウスでネタをしたり。手広いですね。手広いですね。サタバンさんの方には最近ですか。そうですね、だいたい3ヶ月ぐらい前から、まあ、月1レギュラーなんですけど、はい、なんかさっきもあのお邪魔させていただいた時に番組、うんうん、なんかまだあの関係性が確立されてないんですかね、柳田さんと。そう、なんか僕がいないところで飲み会してるんですよ。はい、だからまあ、違う別にそれはおかしいことじゃないでしょ、別に。おかしいことですよ。たまたま予定があっちゃっただけです。関係性がね、まだ気づいてない。呼ばれてない。ヒデチェンがいないところでサタバンの忘年会が終わってたっていうことですよね。違って、それがおかしい。それがおかしい。サタバンの、そういうことサタバンの MC なのに、そう置かれてない、うん。そこはもうこれからですって。これから次第ですか。気づいてかないといけないですからね。そんな柳田さんは今もう活動なさってて。なんか細々とやってます。いや、なんかもうあれですよね、もう映像とかもやられたり。やりましたよ、今年はもう本当頑張りました。すごいな、もう最初お会いした頃よりももう本当に手広くやってらっしゃってて、手広く、本当にすごい、いろんな方に提供していて、
そう商売がね商売うまくなってやらしいやらしい、まあ、そう商売手広くやらせてもらってます、うん、そんな柳田さんのね、うん、今の楽曲をちょっと気になるところなので、はい、そう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 、ここでですね、はい、柳田健一さんの曲をお聴きいただきたいと思います、うん、では曲紹介をお願いします、はい、はい、飯野監督、飯野歩監督作品、枯れざる君へのエンディング曲になりました、明日が来る。柳田健一さんの曲で明日が来るをお聞きいただきました、はい、ありがとうございます。たくさん聴いてください。この楽曲はどう、映画の主題、そう、あの僕はこの夏ですね、はい、あの井野歩監督のですね、はい、あの帰らざる君へという曲の、はい、音楽を担当したんです。あ、そうなんですね。でそれで、20曲ほど書いて、はい、すごい。で最後はあの僕が歌ということで、はい、この曲が最後エンディングかかると、そういう曲です。もうまさに今年一番頑張った作品です、はい、すごいですね。あの写真も見ました、なんかイメージが、うん、そう、素晴らしかったんです、うん、映画ね、あの完成披露試写会は終わったんですけど、で本当はもう、ちょうど今ぐらいからこう、はい、ウェブでこう公開だったんですけど、うんうんうん、ちょっと話が、膨らんで大きくなって、あの評判がやっぱ良かったみたいで、うんうん、あの来年映画祭出してから、待機を打とうという流れになってるみたいで、ちょっとまたその辺は詳しく、来年ですね、来年以降またちょっと僕の方からも告知させていただきたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。さて次のコーナーに行きたいと思います、はい、その名もゲスト質問会のコーナー。ゲストですね、サタデン バンドフィーバーの皆様に、はい、こちらの、はい、質問カードですね、はい、音楽とプライベートのカードを交互に引いて答えていただこうと思っております、はい、柳田さんはお久しぶりになりますが、はい、いいですか。はい、どうぞどうぞ。覚えてます。いやでもちょっと僕は、うん、もういいです、今回ちょっといいんですか。答えたくないだけなんじゃないですか。じゃあどっちからいきましょう。こちら音楽、こちら、行きましょう、プライベートですけど聞いてください。どちらからいきましょう。一応そのお笑い芸人なんですけど音楽のやつを聞いてみて、うん、はい、はい、踊れるデブなんです。よし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 よ、何が来た、読みますか、はい、はいはい、ライブやレコーディング等で欠かさずに行うこと、ルーティーンなどありますか。あ、レコーディングね、よくされると思います。レコーディングはしないです。どうなる、一応お笑いライブでいいですか。あ、そうかそうかそうか、そうか、じゃあそのルーティーンでお願い、そうですね。お笑いライブはですね、とにかく僕は汗をかくので、はい、汗をかくのでもう水を大量に飲んでからネタをやります。あ、そう。それまた汗かくやつじゃないですか、はい、水飲むから汗かくのか、汗かくから水飲むか、何リットルぐらいいけ
チャレンジですか。何リットル、まあ500のペットは常に2本持ってます、うん、常に1リットル、常に1リットル持ってます、ね、ずっとペットボトル誰がペットボトル持ってるのわからない。誰僕はあの2リットル持ってるからさ。2リットル持ってるんですか。勝ったそんなところでマウント取らなくてもね。ゆなさんどうですか。あ、私無難なんですけどストレッチと発声、うん、あストレッチ どうやってやってます。なんかまた開くやつと肩入れか、はい、とあなんかちょっとセクシーですね。セクシー、はい、そうなんかたまにセクシーなことやる。あ、そうなんだ。やれてます。あ、やらなくなっちゃったじゃない。肩をこうなんか肩周りとか。あ、まあでもねストレッチは大切ですよね。すごくやっぱ。なんかでも僕も本当はなんか発声とかやりたいんですよ、うん、大きな声出したいから、はい、あーとかあえいうえおあおとかやりたいんですけど、はいはいはい、なんかねお笑い芸人ってそれダサがるんですよ。あなんかなんかあいつ、ね、あいつら練習してるよみたいな。だからその俺はフラットフラット来て、うん、フラットネタやって受けて帰りましたみたいなのがかっこいい、うん、出されてる、はい、世界だから、だから本当は本当は発声とかストレッチとかしたいですよ僕も、会場入りする前にやるしかない、どうですか柳田さん。柳田さんはですねあの、うん、できるだけライブをやらないようにしてます。どういうこと。もうそれがルーティーンですね。どういうこと。こう喉を酷使しないということですか。いやなんかねライブがやっぱね年々難しくなってきちゃってなんか、うん、どういう意味の。え難しくない。なんかね難しくなっちゃったのライブは。それは何ですか。ステージングがそれともなんかモチベーションが、うん、なんだろうな。なんか人前に出るのがどんどんこう億劫になってきてるのかもしれない。もしかしたらなんか多分裏方の方に徹してる機会が多いからなんですか、ね、提供とか映像の、ね、やっぱねこうあの一緒にラジオ始めた頃はまだ老眼もそこまで進んでなかったのにもう今老眼でも眼鏡絶対かけてないとリアルすぎるわ。やっぱね老い老いがねまだまだですよ、うん、若いでしょ、ね、でも全然まだちょっとねやっぱねそろそろやっぱね、うん、こう感じてるんですか。そう感じてね、うん、なんかもう若い子たちのその発言がやばい。こう輝きちゃんなんかね、うん、輝きがなんか眩しすぎてちょっと自分がなんか人前に出るのがねちょっとやっぱこう引け目を感じ始めてる。眩しかったじゃあサングラスかけるしかないですね。そう老眼でかつね眩しいからサングラスかけるしかない。まあちょっとじゃあ来年はまた変わってくるかもしれないですね、うん、動きが。まあねそうですね。もちろん、うん、ライブ自体は嫌じゃないんですよ好きなんですけど、はいはい、なんかちょっとこう今ちょっとそういうまあありますよ、うん、そういう感じになってます。ありがとうございます、はい、じゃあ気になるプライベート行きましょう、はい、プライベート来ました。ダダ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 。はい、人生で書いたカッパ G。 赤っぱ G になるぞ。赤っ端、そうですね、あの僕あの芸人バーっていうところで働いてるんですけども、芸人バーその名の通り芸人が接客をするバーなんですけども、はい、あのカラオケも歌い放題なんですよ、うん、カラオケ歌い放題でお客さんから一緒に歌いませんかって言っていただいて、はいはいはい、あいいんですかって言って、あの、はい、ワンズの世界が終わるまでは、あ世界が終わるまではって一緒に歌ってたんですよ、はい、したら、まあ、僕はね一応その従業員なんでお客さんにね、気を使ってお客さんを立てないといけないんですけども、うんうね、もう僕がすごい気持ちよくなっちゃって、うん、お客さんの存在忘れてこのトラジディーなーとかって歌ってたらあのトントンってあの従業員の方に肩叩かれて、はい、メモを渡されて、うん、あの客に花持たせろバカって感じすいませんでした。すごいドストレートに来る、ね、本当にすいませんでした。なるほどね、それが人生で書いた赤っ端です。お客さんを立てられなかったという。はい、ああそれはね、はい、それは本当によくあるんですか。はい、よくあります。よくあるみたい。ダメですね。頑張ってください。ゆなさんどうですか。ね、思い出せる中で言うと、うん、あのなんかマッサージ受けに行った時があって、はい、で気持ちよくて寝ちゃったんですけど、うんうん、まあ、寝ながらこう寝坊する夢を見ちゃって、はい、でなんかすごい優雅な空間で、うん、あーやってたらそこで寝坊したからわーって飛び起きちゃって、はい、したらあのその何整体師さんが、うん、なんかえどうされましたかって言って、はい、びっくり恥ずかしかった、うん、かわいい、かわいい
でも ね、それ気まずいと思う多分、うん、なんかもっとよだれ垂らしてたとかそういう感じではなくて、うん、わーってなんだよめっちゃ飛び起きた周囲の視線が痛いやつ、ね、なるほどありがとうございま す、 います柳田さんどうですか。あのね、ちょっとねあの似てるんですけど、うん、あの電車の中で例えばこうあの iPhone とかでこう、うん、イヤホンをして、ね、はいはいはい、音楽とか聞いたりするでしょ、うんうんうん、で僕ちょっと最近気づいたんですけど、はい、あのイヤホンすると、はい、あの完全にシャットアウトされるんじゃなくて、うん、多分ね何かのどっかの周波数だけが多分カツンと入ってくるんですよ実際外の音が。あで、はい、一回座ってて、うん、横の人が、はい、あのくしゃみしたんですよ、うんうん、それが多分ねイヤホンしてなかったらそこまでびっくりするような、うん、多分くしゃみじゃなかったはずなんですけど、はい、多分なんかの周波数が飛び込んでくるから俺突然なんか爆発したかと思ってブワーってなったなんかねそれですそうだ、ね、普通だったらくしゃみした方が赤っ端なのに、うん、くしゃみしたやつの横がなんか赤っ端かいちゃったっていうねリアクションがそうなんかすごいびっくりしたのありますなんか、そんなことあるんですね。そう周波数でなんか多分そうあのね、なんかの音合いが多分すごい強く入ってくるなと思う。多分びっくりしたら本当に何事かと思って一人でなんか。くしゃみでしょ。そうくしゃみした人がねびっくりする。そうでしょ。何この人そんなびっくりするみたいな。なんかちょっとねくしゃみした方がちょっとそんなにみたいな顔してうるさいなみたいな顔してね。なるほどありがとうございます。よくわかんないですけどね。さて時間もあとそろそろなので一個だけサクッと柳田さんに答えていただきましょう。どうぞ。はい、カラオケの18番一言でお願いします。中島美嘉さんの雪の花。今旬ですもんね。はい、またあのそれは心地よくなって歌う感じですか。はい。今年最初。はい。ありがとうございました。はい、ということでね、はい、時間来てしまいましたが、はい、以上でございます。はい、ありがとうございます。その名もゲスト質問カードコーナーありがとうございました。はい、それでは残り時間もわずかとなってまいりました。それでは ここで本日のゲストサタバンチームの皆さんに、はい、告知をお願いいたします。お願いします、はい、どうぞ。はい、私12月26日火曜日に、はい、初めての単独ライブを行います。素晴らしい。こちら90分のワンマンライブとなっておりまして90分、コントや落語、独演会、さまざまなネタをやります、はい、19時30分から池袋ムーブメントスタジオというところでやるので詳しくはヒデチェンジザワールド SNS チェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、私は1月21日にスナックライブと3月2日にミュージカル出演します、はい、詳細はこちらのインスタグラムユナアンダーバー竹宮にこれから載せますのでチェックお願いします。はい、そして、はい、帰らざる君へのサントラも含めてですね、あのたくさん曲、僕サブスクで聴けるんでぜひたくさん聴いてください。はい、ということですごいなんか皆さん頑張ってらっしゃいますね。90分の単独ライブがめっちゃ気になりますけど、そうなんですよね、どんなネタやるんだろう。だからそのさっきのサタデーバンドフィーバーで僕のネタを採点するっていうコーナーがあるんですよ、はい、なんかちらっと聞こえてきましたけど、ね、あれも実際やるんですか。うん、いやさ、あれもう、うん、あのネタ実際ここでやったら3分なんですけど本当は6分ぐらいのネタで、うん、あれギュッと縮めてやったんですけど、でもさっき外であれはね長いって言われて長いクレームが短くしたんだけどなと思って社長半分ぐらいでよかったかもしれない本気のダメ出しを。ユナさんもねミュージカルやられるということで、うん、はい、そうなんです。今度主役初、あ、そうなんですか。主役で、すごい、頑張ってください。まあ先ほどおっしゃってました柳田さんね、はい、ちょっと今後のそのやられてるその楽曲提供したのがまたさらに、そうですね、またね、映画祭ということで、はいはい、ね、楽しみですね、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はいかがでしたでしょうか。いやもうね楽しくやらせていただいたんですけれどもね、結構厳しい方々ですね。どこが厳しいんですか。なんかやりづらいよね、どこに大きい人がキャラが被ってるんですよ。キャラもなんか衣装も被っちゃってるから完全に、ね、はい、いつもそんな帽子被ってたっけ。いつもはこんな帽子被ってないですよ今日はクリスマスだから。あ、そうか、クリスマスだ、ここも一緒やねん。そうか、何をかも今日はいや、なかなかねこうコラボっていうのがないんでね、すごい新鮮でしたけども、まあちょっとお互いにいい刺激になったのではないでしょうかということで ね、うん、でね、また機会があったらよろしくお願いします。
はい、はい、来週のパーソナリティはミユ、カナラテ、ミツリ、イオでお届けいたします。そしてゲストはサタデーバンドフィーバーの A チームです。お楽しみに。はい、はい、ということで本日の放送、はい、私たちの回は、今日で最後ということで、はい、来年ですね2024年もぜひ皆様応援よろしくお願いいたしま す。ではでは本日は今日もありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。良いお年を。良いお年を。